そんなシャチたちですが、海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。イルカやアシカ、アザラシも食べます。また可愛らしいラッコやペンギンも食べます。そして時には自分たちよりも体の大きなアシカを腕で起こして食べたり、サメさえも襲ったりします。世界中の海に生息し、海のあらゆる生き物を食べてしまっているから、シャチは海の王者とも言われているんですよ。さあ、それではもう一度トレーニングの様子を見ていきましょう。さあ、ここからはシャチの体をじっくり見ていきましょう。まずは海のプールにいるアースが浅瀬へと上陸します。一旦沈み込んで一方様子です。上手に上がってこれるでしょうか。アースが上陸です。さあ、そして大きな体を披露です。シャチの目は白い丸い模様の少し前についています。黒い部分にあるので少し分かりにくいですが、つぶらな瞳でトレーナーの合図をしっかりと見分けています。さあ、そして今度は左奥のところにいるクマが青ぼけの姿勢になっています。実はこの姿勢、シャチの健康管理にとても役に立っているI'm gonna go get some more.
野生のキャストをフィールドクロスにした時の動画を上映します。
見えとるの？